6月の発令は調査開始以来初めてです。今日県は県内全域にインフルエンザの流行発生注意報を発令しました。県によりますと、今月12日から18日までの1週間で県内91の定点医療機関から報告があったインフルエンザの感染者数は前の週から倍増し960人だったということです。これにより1医療機関あたりの感染者数は 10.55 人となり、注意報の基準となる10人を上回ったことから、今日県は県内全域にインフルエンザ流行発生注意報を発令しました。鹿児島県でインフルエンザの流行発生注意報が6月に発令されるのは1999年に調査を開始して以来初めてだということです。インフルエンザの感染状況を年代別に見ると、5歳から9歳までが490人と最も多く、20歳未満だけで感染者の 94% を占めているということです。